皆さんお疲れ様です。今回は14分間の寝たまま腰痛を改善するストレッチヨガを行っていきます。ゆっくり頑張っていきましょう。それではまずはじめ、仰向けの状態で右足を持ち上げ、足をゆっくりと伸ばしたら太ももの裏側を持ち、足裏をゆっくりと伸ばしてあげましょう。ふくらはぎから膝裏、もも裏、ゆっくりと伸ばしてあげながら、鼻から呼吸は続けていきます。吸って吐いてリラックスしながら行っていきましょう。できる限り膝を伸ばし、余裕のある方はふくらはぎを持って伸ばしてあげましょう。無理は禁物です。自分の余裕のあるところまでで大丈夫です。ゆっくりと伸ばしてあげましょう。それでは動きを変えていきます。伸ばしている方の足を反対の足に組み替え、そのまま抱えていきます。組んでいる足の隙間から手を出し、しっかりと足を抱えてあげましょう。右足の股関節周り、ゆっくりと伸ばしてあげながらリラックスして力を抜いていきます。無駄な力は抜き、腕の重みでゆっくりと伸ばしてあげましょう。それでは動きを変えていきます。ゆっくりと手を離し、足を下ろしたら膝そのままで左右にゆらゆらと揺らしてあげましょう。できる限り床に近いところまでしっかりと横に振ってあげます。股関節どこが今凝っているか固まっているか確認するようにゆっくりと動かしてあげましょう。鼻からの呼吸は集中して行っていきましょう。それでは下半身、足を左側にひねり、足が浮かないように左手で膝を抱え、反対の手は横に広げたら、目線は右側を見ていきます。股関節周りからお腹、しっかりとねじれていることを確認しながら、呼吸に集中していきましょう。肩周りや足回り、無駄に緊張がないように、しっかりと脱力していきます。ストレッチしながら力をゆっくりと抜いていくことで、呼吸が整い、自律神経も整っていきます。心地の良い方は瞳を閉じ、ゆっくりと伸ばしてあげましょう。お仕事で疲れた体をいたわるように、寝る前のナイトヨガとしてもぜひ行ってみてください。それでは動きを変え、足をまっすぐに一度戻していきます。
足を戻したら右足を抱え込み、両手でしっかりと押さえてあげます。太ももからお尻、大臀筋周りをゆっくりと伸ばしてあげましょう。大臀筋はお尻の一番大きな筋肉になります。しっかりとほぐし、引き締まったお尻を作っていきましょう。反対の足、しっかりと伸ばしきることで股関節のストレッチ、可動域の向上にもつながっていきます。心地の良い方は瞳を閉じ、ご自身の呼吸に集中していきましょう。日頃の嫌なことは忘れ、足の伸びのみに集中していきましょう。それではゆっくりと足を下ろし、反対も行っていきます。今度右足を曲げ、左足を上に伸ばしたら、両手で太ももの裏、しっかりと抱えてあげましょう。しっかりと足を伸ばしきり、足付け根周りゆっくりと伸ばしてあげます。呼吸は続けていきましょう。鼻から吸って、鼻から吐いていきます。余裕のある方はふくらはぎを持ってゆっくりと伸ばしてあげましょう。自分の無理のないところを持ちながら、無駄な力は抜き、リラックスしながら行っていきます。それではゆっくりと足を下ろしていきましょう。動きを変えていきます。左足を右足に組み、隙間から手を出して右足を抱えていきます。しっかりと抱え込み、左足の股関節周りゆっくりと伸ばしてあげましょう。股関節周り少しきつい方は、足を組んで腰を上に持ち上げるだけでも大丈夫です。ご自身の呼吸に集中しながらゆっくりと伸ばしてあげましょう。少しきつい方もいると思います。無理のないところで大丈夫です。ゆっくりと伸ばしてあげましょう。それではゆっくりと動きを変えていきます。ゆっくりと手をほどき、足を床につけたら、膝を左右に揺らしていきます。床の近くまでゆっくりと大きく左右に振ってあげることで、股関節周りのストレッチになっていきます。自分の股関節周り、どのあたりが伸びているか確認するように、ゆっくりと大きく動かしていきましょう。呼吸は止めず、鼻から吸って、鼻から吐いて、繰り返し行っていきましょう。
それでは動きを止め、下半身右側にねじり、しっかりと倒すことができたら、膝を右手で押さえ、浮かないように注意をして、左手肩の高さで伸ばし、目線は左の指先を見ていきます。腰周りからお腹、しっかりとねじれていること確認しながらストレッチをしていきます。心地の良い方は瞳を閉じ、ご自身の呼吸に集中していきましょう。肩周り浮いてしまって力の入ってしまう方も多いと思います。ゆっくりと脱力しながら呼吸に集中していきましょう。骨盤周りは上半身の自重でしっかりとねじり、お腹周りからゆっくりと伸ばしてあげます。日頃たまった腰回りのストレスもしっかりと雑巾のようにねじって絞り出してあげましょう。それでは瞳を閉じている方はゆっくりと開け、体を真ん中に戻していきます。それでは両足を一度伸ばしたら、左足を抱え込んでいきます。両手の重みでゆっくりとぐーっと伸ばしてあげましょう。お尻から太ももの裏、ゆっくりと伸ばしてあげます。反対の足はしっかりと地面につき、股関節前後に動かしながらゆっくりストレッチしてあげます。心地の良い方は先ほどと同様、瞳を閉じてご自身の呼吸に集中していきましょう。骨盤周りは体の中心となってきます。バランスを整えてしっかりとした体を作っていきましょう。それではゆっくりと足を下ろし、両手を上に持ち上げていきます。足は下に、手は上にぎゅーっと伸ばして、5秒経ったらストンと力を抜く、繰り返し行っていきましょう。息を吸うときにぐーっと伸ばし、吐きながらだらんと力を抜いていきましょう。繰り返し行っていきます。それでは両手を腰のあたりにゆっくりと下ろし、両手のひらを上に向けながら脱力していきます。無駄な力を抜きリラックスしたら、これで終了となります。腰回りの痛みとさよならし、素敵な毎日を送ってください。それではまたお会いしましょう。お疲れ様でした。